ヒラの仕様、テレビ局が必死で獲得。ジャニーズの新たな宝石として脚光輝く。こんにちは、皆さん。ジャニーズ事務所のキングプリンスコーンの脱退が迫る中、ヒラの仕様についての興味深い展開があります。今回の脱退劇は、一般的なジャニーズの脱退とは異なり、メディア界に波紋を広げています。 その理由は、平野紫耀がジャニーズ事務所から独立する可能性が高まっているからです。この記事では、平野紫耀の今後のキャリアとジャニーズ事務所の状況について詳しく掘り下げてみたいと思います。平野紫耀、神宮寺勇太、岸裕太の脱退。キングプリンスへのメンバーである平野紫耀、神宮寺勇太、岸裕太が脱退を発表しました。これまでの慣例では、 ジャニーズ事務所から脱退したメンバーはしばらくメディアから姿を消すことが通例でした。しかし、今回は異なる兆候が見受けられます。ジャニーズ事務所は創業者であるジャニー北川氏に関連する性的加害疑惑により一部の批判を浴びています。この背景から脱退メンバーの急なメディア露出の制限は難しい状況にあります。ジャニーズ事務所にとって 彼らを公然と干すことは避けたいところです。平野仕様の人気。特に、平野仕様はキングプリンスへの中で圧倒的な人気を誇り、グループを牽引してきました。広告代理店やテレビ局は彼の才能を高く評価し、彼に仕事を依頼したいと考えていると報じられています。調査会社によるタレントパワーランキングでも、 平野は20代から30代の女性から絶大な支持を受けています。彼は広告業界での需要が高く、テレビ局にとっても魅力的な存在です。ファンのラン。一方で、キングプリンスへのファンであるティアラの中には不安を感じる人も多いでしょう。 ジャニーズ事務所は、有料ファンクラブ会員向けに提供していたキングプリンスへの動画コンテンツを削除すると発表しており、これにより一部のファンは不安を抱えています。脱退メンバーに対する何らかの嫌がらせが行われるのではないかという懸念が広がっています。ジャニーズ事務所の対応。ジャニーズ事務所は、 ジャニー北川氏の性的加害疑惑について謝罪動画を公開し、事態を収束させようと努力しています。しかし、一部のファンは署名運動を展開し、まだまだ問題の収束には至っていない状況です。結論。平野氏用の脱退は、ジャニーズ事務所とそのファンにとって大きな変革をもたらす可能性があります。彼の人気は衰えず、 テレビ局や広告代理店からのオファーが殺到しています。一方で、ファンたちの不安も取り除かれていない状況です。ジャニーズ事務所にとって、脱退メンバーの適切な対応が求められ、今後の展開が注目されます。読者への挨拶、本記事をお読みいただき、ありがとうございます。平野紫用とキングプリンスへの今後についての情報をお伝えしました。 今後の展開に注目し、最新情報をお届けします。